そしてトゥチッチは小柏に代わってです。さて高さのあるトゥチッチ、そしてスピードのあるスパチョーク、異なる特徴。大崎から左に出る山口蛍が前に行こうというところでしたが通りません。スパチョークですから神戸はもうゼロで終わることですね。そうですね。ガブリエル・シャビエル、札幌は勝ち点で優位にいるものの得失点差はマイナス14。小前から斜めに抜けてきました。さあスパチョーク、ペナルティーエリアの中シュート、ゴールキーパー前川。逆サイドへの展開というようなフォームでギリギリでインフロントに変えたんですよね。スルーパスになりましたね、はい、それがね。お前も90分よく走ります。高峰からサイドチェンジはスパチョークの元へ、中坂対スパチョーク、下げて新野がスパチョークへクロスを入れるか、中に入れてプチッチには合わない。クーレルのヘディング。